こちらは茨城県の北部にある海岸の伊豆良という場所となっております。風景がとてもよく、自然と一体化されるような場所に六角塔という建物が建っております。見ての通り六角形の形をしており、中から外を見ること、絵画のような世界と自然の一体感が味わえます。水のせせらぎが感じられ、木々の木漏れ日を感じ、なおかつ岩壁に浸る強さを感じる場所となっております。こちらは岡倉天心という人が作りました。岡倉天心は六角亭の近くに自宅を構えました。それはインドや中国を旅してがゆえの新たな新境地を求めての場所でした。さらに日本美術院というものを作り、横山大観など多くの日本画家、将来を担う日本画家の方々を招きました。そのようなことが茨城県のこちら岡倉天心記念館で見ます。なおかつ横山大観の生誕地でもある水戸が近くにあるので、ぜひ